8月の中旬にですね、私どものメルマガで、中小企業経営者の方の人事労務管理に関するお悩み解決に幅広く役立つ社内検定についてね、お話をさせてもらいました。でメルマガ読者様限定でですね、先着5名様限りの無料プレゼントということで、社内検定セミナー資料のご提供のご案内をしたんですよね。でそうすると多くの経営者の方からすぐにお申し込みいただいたので、大変ね経営者の方々の関心が深い内容だということはね、実感をさせていただきました。まあ、一般企業さん向けの、有料セミナー資料として作成されたものなので、まあ、PDF で言って2種類あるんですけどね、39ページと65ページの2種類の資料なので、まあ、多くの方にね無償で提供するってことはちょっとできかねますので、人数限定とさせていただいたんですよね。ただ、まあ、予想以上にねたくさんのご要望をいただきましたので、まあ興味本位というのではなくて、もう自社でね、の社内検定導入に関心があると、そういった法人経営者の方限定でですね、まあ、ご連絡いただければ資料をご覧いただけるようにしようかなと思ってます。で、社内検定セミナーの資料をね、ご希望の方は、まあ、次のような事項をね、お知らせいただければ、ご覧いただけるようにしようと思ってます。会社名ですよね、それからご役職名と、それからお名前ですね、それから従業員数と業種、それから社内検定の対象となる従業員さんの人数ですよね。で、社内検定の対象にしようとしている、方々の、まあ、職種ですよね。それからあとはですね、社内検定を導入される目的、趣旨、まあ、いくつか選択肢を設けますので、その中から選んでいただく形にしようと思います。まず一つは社員の能力アップ、二つ目がモチベーションアップ、社内の活性化、三つ目がノウハウの整理共有マニュアル化、四つ目が業務の標準化レベルの均一化、五つ目が社員からの信頼性アップ、六つ目が人事評価の公平性、7つ目が社員の満足度アップ、定着率アップ、8つ目が専門職制度の導入、それから9つ目が経営理念、企業文化の理解、それから10個目が採用検定としての利用と、で、まあ、11個目、その他ということで、具体的にね、何か他に、こういう目的で社内検定を導入したいということがあればですね、お聞かせいただければと思います。その他、お知りになりたい内容とかね、お困りの内容なども、ご連絡いただければ、この社内検定のセミナー資料ですね、2種類を、ご覧いただけるようにしたいと思ってます。なおですね、法人経営者以外の方とか、あるいは社労士税理士さん、コンサルタントの方などですね、同業の方からの資料のご請求はご遠慮いただきたいと思います。